どうもこんにちは、直人さんです。今日も農業の動画を撮っていこうと思います。今日はですね、トマトと、ピーマンを植えていこうかなと思います。はい、こういったですね、野菜苗は、ゴールデンウィーク中にね、よく販売されるんですけど、その時期はね、少しまだ早いので、6月のね、前半かな、前半ぐらいに植えるととてもね、活着も良くて、失敗しにくいかなと思います。梅雨にね、入る前に、植えてしまうのが私はいいかなと思っております。はい、マルチを張ってね、用意しておきました。あまり綺麗には張ってないんですけども、なんていうのかな、楽に貼れる方法でね、貼ってあります。この方法もね、後でちょっとお話しできればいいかなと思ってます。はい、今回植えるのが、ミニトマトのチカですね。チカ、千の果実って書いてチカって読むんですよね。結構丈夫でたくさん取れる品種って聞いてるので、ちょっと楽しみです。そして奥のはピーマン、なんていう種類だったかな、忘れちゃったな。はい、まあでも、まあ一般的なピーマンですね。はい、これをね、植えていこうかなと思います。トマトの株間は45センチからまあ60センチぐらいと言われてますね。ピーマンの方もそうですね、まあ45センチぐらいですね。ですけども今回はね、あまり植えないので広めにね、幅を取ろうかなと思ってます。おたれほどもね、60センチぐらいの株までいこうかなと思ってます。そしてですね、野菜苗を植えるときは私のおすすめは夕方ですね。今もだいぶ日が傾いているんですけども、今は6時ぐらいですね。このぐらいの時間ですと、苗も乾きづらくて、暑い時間にさらされる時間も短くてですね、そして、土にしっかりと、活着するまでの時間が確保できるので、私は夕方がいいかなと思っています。植えたい苗をね、植える前にマルチをしっかり張っておきまして、水分をね、確保しておいてください。そして、植える苗にもね、株元にしっかりたっぷりと水をあげて、十分湿らせておいてください。そうすると苗をね、畑に植えてから水やりとかをね、する必要がありませんので、いいかなと思います。畑にね、植えて何度も水やりをする方がいるんですけども、たくさんね、植えれば植えるほどその水やりっていうのはね、不可能になってくるんですね。なので水やりをしない方法をね、考えてもらうといいかなと思ってます。はい、なので、苗にはたっぷり水をあげておいていただいて、夕方に植えるっていうのがポイントかなと思っております。はい、こうすればですね、一回も水やりなどは不要ですね。はい、それではね、やっていこうかなと思います。トマトの場合はですね、私の場合は少しね、深植えをするので、下の葉を取ってしまっていますね。こういった葉はですね、埋めてしまうので、取っていきます。こういう葉ですね、こういった葉は取っていきます。トマトはですね、こういった節のところからですね、すべて根っこが出てきますので、こういった茎をね、深めに植えることでね、よりたくさんの根が出て、なんていうのかな、成長しやすくなると言われていますね。うん、私もそれは感じるので、それをやっていこうかなと思います。ピーマンの方はですね、そのまま植えていこうかなと思います。
それではね、植えていきます。はい、これでね、植え終わりました。少しね、苗の地面というか土の部分が少しね、この植えるところよりも少し高くなるぐらいが、まあ、水はけがいいと言われてますね。はい、まあだいたい1センチか5ミリぐらいですよね。少し高くなるぐらいの意識でいいかなと思います。あまり深く植えすぎてしまうとね、よくね、根に空気がいかないとか言われてますよね。まあ、トマトの場合は私は結構深くてもいいのかなと思ってます。だいたいね、まあここからここ、まあ、測ってもいいんですけど、まあ、測ると大変なのでいつも通りね、私の肩幅で植えてます。このようなぐらいですね。はい、で今回はですね、畝に対して真ん中にね植えてあります。たくさんね生産する場合などはね、畝と畝を、なんていうのかな、合掌造りなどでね、組むんですけども、少ない量でしたらね、畝の真ん中に植えて、両サイドにね、支柱を立てて合掌で、作るのがね、安定するかなと思います。今日ちょっとね、支柱を持ってくるの忘れてしまったので支柱をつけてないんですけども、この後ね、苗を植えた時は必ずね、真ん中に1本支柱を入れてください。そうすることでね、風で煽られにくくねなりますので、根がね、活着って言ってね、地面と畑にねくっつきやすくなりますので、畑に植えた場合は、まあ、1本ね支柱を立ててあげると良いかなと思います。支柱忘れたのはちょっと失敗ですね。でもね、ちょっと畑からちょっとね、倉庫に戻るの大変なので、明日ね、畑に来た時にやっていこうかなと思います。はい、こんな感じですね。しっかりしていい苗ですよね。あとですね、トマトは、同じ方向にね、花が咲くと言われているので、収穫しやすい方にね、最初の第一番花を外側に向けるといいって言われてるんですけど、結構ですね、そのトマトの苗も、くねくねね、なんていうのかな、螺旋状になってしまうので、あまりね気にしなくてもいいのかなと思いますね。はい、こんな感じですね。ちょっと引いてみましょうか。はい、こんな感じですね。マルチもね、植える分だけすればいいかなと思います。トラクターで綺麗に、溝がね掘られているかなと思います。この簡単なね黒マルチの張り方も後でお話ししようかなと思います。2度目ですね。はい、こんな感じですね。またね、少し成長したら、様子を動画にしていこうかなと思います。もう小さいねピーマンもついてますね。私もなんだかんだでピーマン育てるの初めてなので、少し楽しみかなと思っております。はい、こういった感じですね。花菜類はね、難しいんですよね。この植物体とこの果実のね、バランスが難しいってよく言われてますよね。はい、今日の動画はね、このぐらいにしようかなと思います。この動画が良かった方は、ぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。はい、直人さんでした。バイバーイ。